京都府立を特に高等学校は、京都府長岡教師友岡一丁目にある府立、高等学校。通称は、おつこう。京都に一つしかないスポーツ健康科学科を設置していて、スポーツに対して様々な目線から取り組んでいる。自然に囲まれ生徒たちも有意義な生活が送れている。毎年9月の水曜、木曜、金曜日の3日間にわたって行われる。 一年仮想パフォーマンス、二年小演劇、三年演劇と各学年ごとにそれぞれ異なる行事が行われる。三年の演劇は平成18年度以降、新興社会地区のために長岡市民文化会館で行われるようになっていたが、現在は体育館にて行われている。例年9月の最終金曜日に開催され、三年が中心になって作り上げられる。 全校生徒が3色にグループ分けし各学年及びクラスをそれぞれの色に分けて協議される。種目については生徒にアンケートを実施して決定される。毎年10月の下旬に3泊4日の研修期間で台湾へ研修を行っていたが2009年度より中止されている。現在は11月下旬に普通科文系クラスがマレーシアシンガポールへ理系クラスが ボルネオ島へ、スポーツ健康科学科がグアムへ研修を行っている。ありがとうございます。